私ね、結構ね好き、結構好き。こんにちは、ヘアメイク職人バケコです。今日は視聴者さんおすすめコスメコンシーラー編やっていきたいと思います。このチャンネルでは40代50代以上の悩みをヘアメイクで解決しています。チャンネル登録よろしくお願いします。私ですね、何やらですね、コスメ苦手です。で、皆さんからいろいろ情報が集まってまいります。これ良かったですよとかですね。っていうことで、今回コンシーラー、2022年5月に発売されたマキアージュのドラマティックコンシーラー、こちらでございます。はい。マキアージュドラマティックコンシーラー。私はミディアムをちょっと購入してまいりました。ライトとミディアムがあります。だから色の白い方はね、ライトの方がいいかなと思いますけど、シミとかってあんまり白くすると消えにくかったりするので、割とそんなに色がすごく白くない方とかだったら、ミディアムが結構使いやすいんじゃないかなと思います。いつものように、いつもの材料でやってきますよ、コンシーラー以外。こちらですね。下地、ポール&ジョー、薄くちょっと塗っていきますよ。さあ、こちらです。これチューブタイプなんですよね。どうやって塗るのがいい、めんどくさい人はですよ、こうちょこっとこうね、ピヨって頭出して、もうここに直接こうやって塗ってもいいかなと思うわけ。こうやってね、ちょっとずつだけど、やっぱり塗りすぎを防ぐならば、ちょっとだけここにね、少しこういうコンシーラー、こういうブラシでこう少しこうやって塗った方が薄くはつけられるかなっていう感じです。ただこれが薄い方がいいのかどうかっていうのがちょっと今日ね、使ってみないと分かんないので、とりあえずここはちょっとべちょってついたところ、ここはちょっと割と薄めについたとつけたところで、ちょっとね、そんな感じでちょっと検証していこうかなと思いますね。はい。シミはやっぱりね、こちらキシブラシ、こちらを使っていきたいと思います。いきますよ。まず薄くつけたところ、ちょっとトントンしてみましょう。薄いとやっぱり消えにくいかな。でもそんなこともない。この辺は消えましたね。ここのシミがちょっといまいち消えてないけど。で、ここはちょっとベトってつけたとこですね。つけすぎるとどんな感じか。わかるかな。結構ね、つけ心地は軽いです。だから割とペトっていっぱいついても大丈夫かもしれないっていうことで、このまんま私は直接つけていくようにしてみようと思います。こうピョ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 、これじゃ見えないね。ピョ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 、なんか割とつけすぎちゃっても、ただあんまりいっぱいつけすぎると周りにですね、つけすぎると塗り広げやすくなっちゃうので、その辺は注意が必要かなと思うけど、さっき消えなかった、これもう一回。セムほど乾燥する感じはないけど、クリームタイプとかスポーツカバーとかですね、とかスティックコンシーラーみたいなちょっと重い感じもない、割と軽い感じはありますので、私ね、結構ね好き、結構好き。すごく馴染みがいいんですよ。で、完全に消えてるかっていうとちょっと出てるんだけど、でも気にならないレベルで薄く膜を張ってるような感じで、あとは持つかどうかですよね。ここがどのぐらい、このクマ消してみるかな、たるみグマ。もうちょっと一回挑戦してみようかと思います。ここね、これで乾燥するかどうかですね。いいんじゃない？なんかね、ちょっと本当に私はこれ好きかも。なぜならば割とピタッとくっつく感じがあるんですよ。薄くだけど乾燥しない感じがあるんですよ。でやっぱりカバー力の点で言ったら多分セブの方が高いんだけど、自然に見えるっていう点においてはこっちの方が圧倒的に自然に見えると思います。そのコメントいただいた方がまるでなんかすごく自然なんですよっていうコメントをいただいてたんですね。塗ってないみたいに自然にシミが隠れるっていうふうに確かおっしゃってたと思うんですが、まさにそういう感じがします。ということでちょっと、バケコ評価こちらマキアージュドラマティックコンシーラーバケコ評価カバー力星4つ。はい、なぜ星4つにしたか、1個減らした理由はあまりにも自然に消えているので、これ本当にこのまんま持つんかいっていう不安な感じです。カバー力があるっていう感じには思えないのだけど、うん、ある程度カバーされてるよっていう感じで、後々時間が経って評価が変わる可能性はあります。はい。そして密着力はね、いい。浮いてくる感じがないんですよ。自然に肌に溶け込んでくれてる感じがすごくあります。なので密着力は丸。うん。5、星5です。これは。そして色。私にとってみればもうちょっとオレンジ味が強くてもいいかなっていう気はするんですが、一般的には多分おそらく皆さんこのぐらいの色が一番使いやすいと思う。これも星5。どうかな。この後でちょっと時間を置いて、最終的に結果報告をさせていただきたいと思います。皆さん楽しみにしておいてください。ではとりあえずまた後ほど。約5時間経ちました。どうでしょうか。まあ野外に出たわけではないんですが、何せこの間その5時間の間私は何をしていたかというと、バケコ体操シリーズをですねひたすら撮っていたので、結構ハードワークでございました。肌はね。っていうことでちょっと見ていきたいと思います。どうですかね。わかります？やっぱりね、ちょっとうっすら出てきている。はい。まあ、ここもまあ、で、ちょっとうっすら出てきてますね。こんな感じ。うん。セムとかの方がやっぱりカバー力が高いし、フィット感も多いんだけど、カバー力が高い分、すごくフィットしやすい分、油とかでちょっと崩れた時に毛穴落ちがしやすくてちょっと汚くなりがちな感じがあったりするんですよ。だからできるだけ薄く薄くっていう感じにしていたんですが、で先ほどもちょっとやった時にね皆さんに伝えたけど、少し多めでもいいかもしれないって言ったじゃないですか。割とポテッと多めにつけたんだけど、その割には崩れ方が汚くないっていうメリットはあるかなと思います。出てはきてるけど、変な毛穴落ちみたいな状態にはなってない。5時間後の総合評価もあります。まずカバー力、まあって感じ。密着力に関しては5の評価をつけたてはね5の評価だったんですが、まあ一つとして4。なぜならばちょっとこうシミがやっぱり浮き出てきてる感触があるから。ただし汚い崩れ方をしているわけじゃなくて、自然になんとなくうすらぼんやり出てきているっていう感じなので、多分直しも楽だと思います。このまんま多分上から乗せても多分汚くなる感じはしないと思うので、そして色は5の評価で私はいいんじゃないかなと思ってます。はい、こんな感じで、はい。ぜひ参考にしてみていただきたいなと思います。これは今日は私の肌で検証しましたが、まあ人によってねまた変わるかもしれませんが、私の評価としては今日はこんな感じでございました。ぜひ参考にしてみてください。ではバイバーイ。